はい、えー、それではあですね時間になりまましたたので、えー、始めていきたいきと思います、えー、本日は2018年度試験合格戦略確立サミットということで、えー、ここからですねまあ2月の5日からですか今日が4日なんで5日からね、えー、今年の試験が11月の11日になりますので、えー、そこまでの間あどのようなタイミングまでに何をやっといたらいいんだろうかっていう話を をしていくというようなあそんな内容でね、えー、大体私が話すのが1時間ぐらいと。 いう形になりますで残りの30分のところで今日実は2017年度の試験の合格者ですかあお二人来ていただいてますので、まあ、そちらの方がどうやって勉強したのかなっていう話をラスト30分でちょっと前に出ていただいてですねいろいろと私の方から聞きながら、えー、話していただくというようなそんな2本立てでお届けしたいと思います。はいというので、えー、担当はレクセン人講師の横溝と言いますよろしくお願いします。 はいえー、とね、えー、お手元レジュメなんですがあの合格戦略というようなタイトルのレジュメがあるかと思います、そちら使っていきましょうということなんですね。あの早速1ページ目開いていただくと、はい、こんなことがあ書かれているかと思いますあの試験結果というようなものがそこに挙げられています。まあ,あのね1月31日に 発表があっったばっかりですからあどんな試験だったのかなって話を一応しておかないといけないかなというのでまあ実はこれこのイベントは昨日はねあの梅田駅前本校で同じことを お話ししてきたんですけれど、まあ、あ今回もまたあ同じような話をね今度は東京でするということなんですけどね東京の方の方がやっぱ若干固いよね <laughs> あの雰囲気が硬いですね大阪の人は笑う時にねなんでそんなに声を出すんだっていうぐらい声を出して笑うっていうのが初対面のはずなのにねあのなんか10年ぐらい会ってるかのごとくの,あのフレンドリーさを発揮するっていうのはまあ,あの不思議ですねあれはね。あの本当にね梅田 駅前本校はちょっと他の校舎とは違います雰囲気がであのまあまあ,あね、えー、徐々に慣れていってもらえればいいですけれどあの出願者数などちょっと見てみましょうかということで、えー、いろいろ数字を入れておきたいと思います受験者数など4万もうご存知の方も多いと思うけど449人と こいうね。あと1人で4万5 0 0人だったっていうね。そういう感じの数字になってます。だいたい受験率が7。8%ぐらいっていうのはどんな試験でもそうですね。どんな試験でも大体ね。本試験当日に20%ぐらい行方不明なんだよ。だから、あの出願した人の2割はだいたい。どっか行っちゃう。 受けには来ないっていうのが一般的なパターンだったりはします。中にはもうどうしようもない事情で受けられない方もいらっしゃると思うけど、まあまあそういう方含めてあの昨年からああね司法書士試験から行政書士試験から大体みんな受験率社労士なんかも大体同じだという不思議な現象が起きたりはします。はい合格者数六千三百六十人ですね。過去の中でも二千年から カウントしている数字を持ってますがあ上から3番目あの2000年からで6000人超えたのが4回しかないですからあの非常に合格者の多い年であったことは確かということになりますがあの合格率がですこれも過去2番目の高さですね。 あの2002年に19.23%ていうすごい高さで、えー、合格率が出たことがありますその時はね1万3000人弱受かってるっていうすごいしあの年があるんですけれどまあ,あのその八九パーが2.89%ていうねあの信じられないもう,もうビットコインかっていうぐらいの大暴落っていう状態になってましたけどねまあそんな状態です、それから合格者平均点で最近出してくれるの、ね、200点です。だから あのー、来年これリベンジまあ来年というか今年の11月11日の試験でリベンジするんだぞと考えてる方それからまあ初めて受ける方ともにやはり あの2017年度試験のレベルであれば受かっている人はそのぐらいは平均で取ってくるんだってもちろん多少その下だったり上だったりという人はいるんだろうけれどあのアベレージが200点だっていうのはちょっと念頭には置いておいてください実は2016年度がその横に書いてありますね196点ってやっぱり結構高い点数が出ていたりしますもちろん180点以上取れば合格であることは確かなのであれなんだけれどやっぱ受かってくる人があ詰めてきている知識の精度であるとか それから取れる得点力であるとかっていうのはそのぐらいのレベルまで来てる人が結構いるんだっていうだからあの試験委員の方が出してる問題がどうこうというよりは受ける側のレベルがどん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 上がってるのは確かなのでこれは行政書士プロパーでね受けてる方もほ他の資格試験を受けてる方は当然なんでしょうけれど全体のレベルが上がっている結果ということになるのかなあと今年の場合はうーん想定以上に記述の採点がやっぱり。 えー、緩やかに行われたのは、あのこれは紛れもない事実だと思います。何人かまあ60点満点取れてる人が、あの今までの試験の中でも本当によく遭遇する率が高いです。記述60点って方に結構ポンポコポンポコ合うので、あのそれだけまあ60点取れてる人が書いた答案見るとやっぱまあそうだろうねって感じの答案なんですけれど、あの中には去年受けた方ね、えー、時効の問題かな不法行為のところが まあね損害及び加害者を知った時から3年とかさ不法行為の時から20年とかっていうのをかけて問題が出たでしょあのー、まあまあ,あ普通考えたら損害及び加害者を知った時から3年を例えば1年って書いたとかね不法行為時から10年って書いちゃったとか両方そう書いちゃったあのね12点ぐらい取れてんのね。 あの点が与えられてるんですよだからあのこちらだと「いやダメだろこれ」っていうような点数にしてたものにあ引き算していくとそのくらい点が与えられてないと合計点あの記述は合計点しか教えてくれないんで個別の点数わからないですけれどただ他の答案の出来とかでこう、ね、点数を推測していくとどう考えてもそこでそれだけ取れてなければ要はもう46点とか48点とかっていう点数を取ってて1問目2問目がほとんどできてなければ、うんまあ、どっかで点をしっかり取ってなきゃいけないって話に。 ななってくるはずなんですねだからあのその辺の数字を間違えてたりとか逆に数字は合ってるけど起算点間違っててもある程度点はくれたようなあ記述の採点の仕方になってたのかなっていうのも後押しをしてしまったっていうのが今回の高い合格率になってたんじゃないかとは思います。あのーね、そうすすると、ね、心配なのは2018年度試験ですか ああのねまあ、いろんなところでいろんなことをおっしゃってる方がいらっしゃるのであれなんですけれどまあ2013年以降ね2桁の合格率の翌年は1桁なのねあ10.10 10から8.27になって13.10から9.95になって15.7ってなってますので、まあ、結構こうギクシャクギクシャクした感じになっていたりはします。ただ まあなんかこれがどういうふうに感じられるかわからないけどこの5年間のアベレージ平均で取ると11%ぐらいの合格率っていう感じにはなっているんですあの試験この行政書士試験の場合やはり9から10ぐらいの合格率で大体推移してるっていうイメージでえーいていただければ直近5年がそんな感じなのでまあおそらくその前後12%ぐらいのところに収まる感じで入ってくるんだろうなとは思います。あのー 10年前から6年前までね2008年から2012年の平均の合格率って7.8%ぐらいですからねだからそのくらいの頃に比べるとここ5年のところでやはり合格率はある程度11%ぐらいで安定しててちょっと上がったり下がったりがその中であるっていうだけです。あの10前後ののの合格率試試験験とというここでで考えるんであればこの行政試験に関してはやはやり えー、しっかりとおその方向性の定まった正しい努力をしていただければあそれでしっかり合格が勝ち取れるような試験であるということはこれは今までと変わってないと思いますで試験の難易度も年によって科目でばらつきはあるけれど相対で見ればそんなに大きく変化しているわけではないです。 ですからあのやるべきことはあしっかりやるっていうことで十分合格には到達できるだろうとは思いますあんまりそこであの合格率が急激に下がるんじゃないかなんかっていうことを心配してもね これは本試験問題がどんなものが出るだろうというのを心配するのと一緒でこっちからコントロールできる話ではないですから合格率は多分問題出している方もコントロールできないんだと思います結果的にこうなっちゃったみたいな話で着手しているものが多いだろうと思うのでそんなことは考えても仕方がないですやるべきことをきちんとやるというのがやっぱり大事なんだろうねという話にはなるんだというふうにあの思っていただいていいんじゃないのかなということですだからこそ、はい、1ページ目の下です。 はい、そういうふうに考えていかなきゃいけないよねって話になるので、えーまあ、今回いろいろと考えてみようという話なんですね。やっぱりやるべきことをきちんとやるっていう意味では何をやるのかっていうのをはっきり把握することはとても大事ですしそれから今やってることがどういう意味を持ってるのかっていうのを確認するということもやっぱり大事です。ああののねねそそもそも本試験まであと40週間なの、ね 40週間ぐらいね、うん、何でしょうね1人子供が生まれるぐらいの期間ですよああの40週間ですからそのぐらいっていうイメージですね40週間なんですよだからこの40週間全体でどこまでにどのぐらいの勉強をするのかっていう長期的なまずビジョンはきちんと持っとく必要があるだろうしそれをだいたい2週間ぐらいの学習計画に落とし込むっていうのも必要です。 あの特に働いてる方とか忙しい方は、ね、小さいお子さんがいらっしゃるとかちょっと日々の細かい日程があどこまで読み取れるかがわからない方は2週間単位で予定を立てるっていうのは一つ有効なやり方だと思います二2週間あれば調整が効くので1週間だと結構ねもう水曜日あたりで大幅に遅れたらもうそのままその遅れは取り戻せないまま週末まで行っちゃうっていうのは余計なストレスをまたそこで抱え込むことになりますからやはり2週間単位。 っていうのは大事なのかなと思いますそうして日々の学習というところに落とし込んでいくっていうのがやはりね重要になってくるのかなそうするとはい次のページですはいあと40週間で考えるべき三つの戦略なんていうような話をそこに、えー、掲げてみました まあ本当にシンプルにいつまでに何をどうやるのかというこの3つだったりはしますあなたの可処分時間はって書いてありますけれど、まあ、40週間でしょ。 1>, あの1週間の勉強の平均時間が10時間ぐらいっていうような方がまあ割と多かったりはするのでそれで単純に掛け算すれば400時間ぐらいということになるだろうしまあ15時間ぐらい取れれば600時間ってことになるだろうしまあこれはちょっと人によっていろいろあるかもしれませんがおおよその目安がそのぐらいの範囲内でえ皆さんに与えられているっていうふうにとっていただければいいです。これはあ,のあくまでも今のから一般的な数値だから 皆さん一人一人がねどうなってるかっていうのはまたあ皆さん一人一人で計算してみないといけませんただあの大事なのは時間で捉えなさいっていう週ではなくて何日でもなくて時間で捉えてくださいってその時間をどう 配分してそれぞれの科目の勉強に当てるのかっていうのを考えなきゃいけないんだよっていうのがやはり試験対策をやる上ではとても大事なことだとこれどんな試験でも同じだと思いますどのくらい時間が使えるのかっていうところをまずちゃんと自分で把握しないといけないっていうのがあ第一歩になるのではないだろうかということでさあ時期別です、えー、下のスライドです、えー、5つに分けてみました11月11日が本試験ですああのー、毎回言うけどね 今年の手帳とか買いました紙の方もいらっしゃればねグーグルカレンダーみたいなデータで管理されてる方もいらっしゃるでしょうね、まあ、どっちでもいいや11月11日ねちゃんと書いといてね本試験日じゃないよ本試験日じゃないよそこは「合格おめでとう」って書いといてねちゃんと合格おめでとうまあ,あのもしあの自分の気持ちが上がるんだったら私よくやったら偉いって。 そこまでいいておいてくれてもいいいいいいいでですすしガッツポーズみたいな絵も書いておいてもていいあの受かったっていう既成事実をそこにもう最初っから書き込んでおく、ね、あの自分がやりたいことはやっぱりそうやって言葉にして、えー、文字化して目で見えるような状態にして初めてやはり実現するために何をやらなきゃいけないのかっていうのがいろいろと考えられるようになるっていうのがありますからだからなそこはしっかりと合格おめでとうと、まあ、おうちのカレンダーでもいいです。 11月のカレンダーでも構いませんから、まあ、いろんなところに書いておくといいです。もう合格おめでとうということをあちこちに書いておくもう受かったんだっていうことでさあ受かったっていう事実があるんだからそれに対して自分がどう行動したらそれをちゃんとおーです、ね、実際のものにすることができるだろうかっていうような発想で、えー、捉えていくっていうことはとても大事だというふうに思っていただくといいです。で時期別ですすね、まあ、あ,のいろいろありますけれど まあ実際上は今回お話しするメインはこの4と5のところになりますね。あのー、1から3ももちろん大事で大体このぐらいで割り振るんだぞっていうイメージは持っててください。であの1つの第1締め切りっていうのはここです6月の24日っていうところまでにあの皆さんが今からどういう状態に持っていったらいいだろうか。 とといいいううことをまず考えて欲しいという話ですなんで6月24日で6月25日じゃないのかっていう話があるかもしれませんけど6月24日はあと140日の過ごし方っていうイベントをここでやるの、うん、私の都合です。 <laughs> あのね、イベントやるんだからそれまでにちゃんと揃えてこいっていうそういう話だと思ってくださいただ時期的にやっぱりそのぐらいがちょうど本試験までのところで今から見た時に真ん中ぐらいに来るような話ではあるのでやっぱりとても大事なタイミングではあります6月の24日までにまずどういうことをやるのかさすがに長いんで20週間ぐらいありますからちょっと長いのであの3月の終わりで一旦区切ったっていうような話にはなってると思ってください。 まあ、丸3ぐらいまではちょっとお話しするけれどあの今回メインは45の辺りでどこまで固めとくべきなのかそれができてれば3以降でこんなことができるよねって話と2とか1の話はそのあと140日の過ごし方っていうところでまたある程度皆さんの戦力が整った段階でお話をするっていうような形にしないと意味がないと思うのでそこでお話をしていければいいかなということです。まあだいたいこの4 5のあたりののり勉強の時にはだいたい2週間単位で計画を 立てたら2週間前にやったことを2週間後にはちゃんとチェックするっていうようなあの2週間単位で覚えているかどうかのチェックをするっていうのもとても大事ですあの勉強してなんか覚えてなきゃいけないことを確認するときには大体た2週間単位で2週間ごとにチェックするでねそうそうあの2週間チェックっていうのをよくお勧めしてるんだけどその時の意識の持ち方としてはどれだけ覚えているかではないです どんだけ忘れたかっていうのをちゃんと。 意識しといいてくださいこんなに忘れてるよっていうのが2週間チェックの目標です目的ですあこんなに忘れてええー、って感じの状態になることもあるはずですあんなに一生懸命やって3つのうち1個も覚えてないみたいな状態になってることもあっていいと思うのだそれをどどここががうう覚えられててないいかをちゃんとと把握することっていうのがすするっのごく大事です基本的に健康診断と一緒だから自分の状態体の状態がどうなってるのかを客観的に把握しないで何かあのちょっと ね、えー、客観的に把握できない状態でちょっと自分の願望が先行しちゃうとなかなかあ正確な情報をキャッチするのが難しかったりしますから、あの二週間ごとのチェックはそんな感じでやってください。では最初のポイントです。はい、さすがにちょっと時期はあ丸五番から見ていきます。あのー、明日から三月の二十五日でね、七、えー、週間ぐらいのところなんですけれど。 えーとですね、まあ六月の二十四日までにまずは三本柱をきちんと立てたいんです。これはもちろん憲法と民法と行政法の三本柱が六月二十四日までにまずしっかりまずはあ柱が立っている状態を作りたいんです。でそのうちの半分って感じになるから、この三月二十五日まではまあ一点五本ぐらいの柱が立ってればいいのかな。でまず最初に固めてほしい。この時期で固まっているといいよねっていうのが。 やはり何と言っても憲法だだっってていいうこととになると思ってくださいやはりあの憲法が、ね、ここ数年の試験で合否を大きく分けている科目になっています。もう裏のメイン科目といつも言ってますけれど非常にこの憲法の出来不出来が合否を分けているであと、やはり行政法と憲法は親戚みたいなものですから。 いや両方ともその権力側と私たちとの間で、えー、適用されてくるルールで、まあ、憲法はどっちかというと理想を掲げてるとかね行政法はあその現実対応だって話をしますけれどそれであれば結局裁判になった時にはこの国のやり方は私の人権を侵害しているって話と同時にと同時にこの役所の動き方は行政法のこういうところの問題にも引っかかってくるっていう両方が当然出てくるはずだったりはするんです。 ね、外国人の人権があ人権共有主体性があるかっていうマクリン事件みたいな話であれば勉強されてる方多いかと思います、まあちょっと今年の試験出ないかもしれないけどねあの去年出ちゃってますからただあの在留更新の許可があ下りなかったというような話になった時にその許可するしないっていうのは行政裁量って問題なんで行政法の論点になるかもしれませんけどそもそもなんで許可しなかったのか政治活動をしていたから。 って話になるそうするとあれ政治活動って人権の問題じゃないのかマクリーンさんへの人権侵害じゃないのかあマクリーンさんアメリカ人だアメリカ人で、えー、日本にやってきてベルリッツに就職していた人なんだ。 ね、でなんか2週間ぐらいで無届けで違う予備校に移っちゃったみたいなことをやったみたいな話があるんだとかいうような話があったりはするわけじゃない。だそのところでじゃあマークリーンさんに政治活動の自由が保障されるのかじゃあ外国人の人権共有主体性ってあるのかなみたいな話が、まあ、そこで出てくることになりますよね。あの憲法の論点が分かってて初めてその先のテーマになる行政法の具体的な話も理解しやすいようになるしもっと言えば両方で試験出るね。 結局1個の裁判の中で憲法的な論点と行政法的な論点があるなら両方でで試験出てくるでしょだから憲法で勉強したことが分かっていれば行政法の問題として出された時にそれがしっかり解けるっていう状況になることもあったりはするんです逆に憲法がちゃんと判例の知識確立されてないと結局行政法は憲法の知識が足りないから落とすっていう状況になる場合があります。ですからやはりこれ憲法とあと民法行政法のどっちかって感じかな。 でしかもあのー、初めて勉強されてる方であればあ特にねあのー、レックなんかの豪華講座とか使ってるとかいうとそのスケジュールの問題もあると思うのでまあ、民法行政法は民法行政法の半分ぐらいずつでもいいです。総則物件までがなんとかできたとかあ行政法が先だったらあ総論手続き法までは終わったぐらいでもいいです。1.5本本ぐらいの柱の柱そ分が こちら憲法なんだっていう話をねまずしっかりと理解しといてくださいじゃあこれ憲法を一通りやるっていうのはどこまでやったら一通りやるって話になるのかそれも言っとかないといけないですねまあ憲法の勉強の場合は一つは判例知識を聞くっていうものがありますねそれからもう一つが条文知識を聞くっていうのがありますねこれそのまま行政法の勉強に応用できます 行政法の場合は条文知識を聞く分野がちょっと憲法よりはでかいですね。えー、でかくなるけど。まあ、ただ判例も行政法総論の中にはたくさん出てくるから、事件訴訟法にも出てくるから。だから勉強のアプローチの仕方は一緒です。あの判例の場合は必ずまずはあ事案ですね。どんな事件だったのか、そしてそこでどんなことが問題になったのかで、それに対する。 判断がどうだったのかってこの3点ですね事案と争点と判断というこの3点ですあの争点というのが結構大事どんなテキストにもこの判例では何が争われたのかって争いのポイントが書かれているはずです そこが大事ですそれが結局はその判例の位置づけになってくる何が問題になったのかあの当然ねこれ判例の知識を整理するっていうことであれば当然これはテーマごとにテーマごとに整理しないといけないってことになりますそのテーマの基準になるのも争点っていう話になるわね何が問題になったのかがその判例がどこのテーマに紐付けられるかっていうところのポイントになったりするでしょ。 それからあのただ単にこういうことが争われてこういう、ね、判断が出たっていうだけではなくて、まあ、まずそれぞれの判例についてこの3点をしっかり押さえることと最終的に分かってほしいのはこの3点を抑えることだけではなくてもう1つ大事なのがありますね。これです 何よりも大事なのがこれです最終的に本試験でどう問われているのかっていうことをしっかり把握してだからこの判例のこの部分が大事なんだな特にこの争点に対するこの判断が本試験の問題でこういうふうにアレンジして出されるからだからそこをきちっと把握することが大事なんだな逆に言えば判例の問題ができない人というのはこれが結び付いてないのよ。 ななんか判決文を極端な話ねあの憲法の判例でも行政法の判例でも判例集って結構いろいろ出てますからそういうものをただ読んでるだけとかただそれを見てるだけでどこがポイントだか分かってない人っていうのは実は受験生の中にはは結構多かったりはしますだからあの何が大事かって言ったら一番ポイントになるのはここですよ本試験でどうその判例が問われてるのかそれを分かるためには過去問だね。 過去問のところでどういうような問題がその判例について出ているのかっていうのをしっかり把握することがこれが3月の25日までにまず憲法をね一本柱立てるならあのその気になれば9月の終わりぐらいからでも憲法の条文知識だったら 覚ええろこらみたいなな感じじででんとかなるでしょうう突っ込んじゃえばねだからそこは何とかなると思うのだけどあの判例知識はそうはいかないからね覚えろこらで覚えられるものではないだろうし大体そんなに覚えるっていうようなものよりはやはりその判例でどんなことが争点になったのかまあ争点とね判例名と事案と争点だけを例えばコピーしてノートに貼り付けといてそれに対してどういうようなあ。 最高裁があ判断を示してるのか自分で説明できるかなっていうのをチェックできるような素材を作っとくっていうのも一つのやり方だったりはしますまあ、め面倒くさかったらテキストのその部分を見て、えー、判決文見ないでこういう判断をそれぞれ出してるよなっていうことを考えてからその部分しっかり見るっていうのでもいいでしょうしそれが本試験でどう問われてるのかっていうところを 意識するのは、やはり過去問という話になるのかな。これ、そのまんま行政法の総論とかの勉強の仕方にも。スライドできると思います。やはり本試験での問われ方っていうのを基準にして。だから、この部分が大事なんだなっていうことをきちんと把握していくというのは、とても大事な話だったりはしますね。あの、まずね、憲法に関しては、ここがしっかり。試験で大事な判例について、一通り見終わっていて。 そしてある程度説明ができるかどうかのトレーニングを23回やっているという状態が3月の25日までにできているという、ま、だあの曖昧でい,い。ですから そんなに3月25日の段階でペラ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 何も見ないであのね、えー、争点と事案だけ見たらこれはあれでこれであれでって言えるならそれは素晴らしいけどそこまで目指さなくてもいいですあの徐々に徐々に理解度は上がっていけばいいので、まあ、半分ぐらいしかできなくてもいいですどのくらいできるかじゃないの,あのどのくらい、えー、できるようになったかなっていうところが大事ですからだからあまあなかなか思い出せないものがあるなら逆に覚えづらいところはどこなんだろうとか。 すぐ忘れちゃうのはどこなんだろうっていうのを把握するっていう意味でもそうやったあ事案と争点を見てそしてちゃんとテーマごとにどの論点で何が判例として問題になってるのかテキストに目次があるでしょう目次のところにね判例名をその論点ごとに書いとくの。 でそれぞれの判例の事案と争点のだけを抜き出したようなものを持っていてコピーして、えー、コピーして切っただけでもいいから持っておいてそれを見ながらあこの今勉強する判例はここのテーマの内容の話なんだよねって目次を見て確認した上でそれぞれじゃあどんな判断をしたのかなっていうのを考えてそして本試験ではどう出てるのかなっていうところまでをきちんと抑えるっていうのがこれがまあ,あ実際に 憲法をね、えー、例えば合格講座で一通り勉強した後に実践してしてほい話ということになりますかそれを3月の25日までにまず憲法は一通り終えられるようになってるといいかなであと、まあ、スケジュール的に民法や行政法まで進んでるならそれが半分ぐらいここから先話すけどできてるといいのかなっていうものではあるんだと思ってください。あとねこの3月25日までの時期には <laughs> もう一つできることがある。 一般知識です特に政治経済社会ですそろそろ出るんじゃないかなと思うんだけどまだ出てないみたいなんですけどニュース検定っていう本があるのねで、ニュース検定の準2級2級公式テキストっていうのが出たらぜひ手に入れておいてくださいあれは中身読んでおくと特に最近の試験であれば あその中に書いてあることは結構重要なテーマで、えー、取り上げられることも多いので情報通信まで含めて対策として使えますのであのニュース検定の「準2級2級」2級公式テキストっていうニュース検定っていうのを見れば分かります5級からあるからねあの一番上が今のところ2級準2級なのでそれの公式テキストっていうのが1700円ぐらいで売り出されるはずなので、まあ、出たら是非手に入れてみてください。で出るまで まあちょっと、ね、お楽しみみたいな感じですけどニュース検定のホームページがあるの。でニュース検定のホームページのところには過去の模擬何て言うの模擬問題とか過去の問題とかあと今だとですね一日一問っていう一問一答形式で要は今日の問題みたいなものがあこう出てるんですよ。 でそれを結構、ちゃんと解説も書いてあるのであのそれをちょっとやってみるみたいなことを時々やっていただくと、まあ、あの勉強してないようでちょっと気分転換の時間なんかにそういうのをやってもらえるとそれはそれであの下地を作っていくという意味ではととても有効だと思います特に政治経済社会が苦手だとか嫌いだとかそういうような方は少し、ね、免疫をつけるという意味でも利用していただくといいんじゃないかなという話なんですね。はい、<laughs> はいで 次です6月の24日までの、まあ、第1締め切りというところになりますかここまで来たら、はい、3本柱についてはしっかり3つとも憲法民法行政法ですねこれを一通り終わらせときたいねっていうようなタイミングまで来てると思ってください。 でまあまあままずはねあの普通に授業を受けたりとか自分で本を読んだりして一通り勉強したっていう状況を作ることはまあ大事なんですがもちろんそれだけではないですねあの行政法に関しては行政法に関してはあの一通り授業が終わったらやはり優先的に復習してほしい復習するときにねそそうそう民法と行政法は一通り勉強するときはまあレックだったらレックのカリキュラムに沿って勉強しますからあの学ぶ順番というのもどうしても決まってきちゃいます。 一通り終わった後はやはりその中でも大事なものを前に持ってくるという形でちょっと順番を組み替えて見直しをかけるということをやっていただくといいと思いますそうじゃないと行政法なら行政法で法律による行政の原理ばっかりすごい詳しいみたいな状態になってしまって毎回毎回そのトップに来る論点ばっかり見ていてで結果的に地方自治法が手が回らないという状況になることはやっぱり避けたいです。 あの自治法がちゃんとできるようになることは、行政書士試験の合格においては、あの非常にそれなりに重要な意味を持っていると思っておいていただいていいと思います。多種選択択一。それから記述でも出題。実績が近年あるところなので、やはりあの地方自治法が全く何もできない状態っていう。 形で本試験に臨むというのはこれは極めて、えー、不利な戦いをそこで強いられることになるという状況だというのはちょっと念頭に置いといてください。ということで行政法ね、はい、一通りやったらやはり総論と自治法ですねこれを先に復習するというのはとても大事なな話になります特に総論の中も非常に幅が広いでしょ。 先ほどの憲法で説明したようなあ勉強法がそのまま使えるとは思いますが行政行為と強制手段ねだ科目の中ではあ行政法だったら総論と自治法っていうのがやはりうん、まあ、総論は条文がないですしそれから自治法は 最後にやるもんだからちょっと苦手意識が強い人が多かったりもするしだからこそ先に潰すっていうことが必要でで総論の中もまた範囲が広いのであのやはり広い範囲の時はボリュームが多くて試験問題もたくさん出てるところから先に潰す。 そうなると手続き法じゃないや行政行為と強制手段のところを先にとにかく潰してしまうっていうことができるとそことの比較で行政放送論は他のテーマも全部勉強ができるようになります柱がないと結局全部が同じ感じで捉えられてしまうので結果的にその同じ感じで捉えられている状態で うん、行政指導を見たり行政計画見たり行政立法を見たりとか行政契約見たりとかね行政計画見たりとか行政行為見たりとか行政手段を見たりとかっていうようなことがパッと並列的に並んじゃうと何が一体重要でそれぞれの関係がどうなっててっていうのが全く頭に浮かばないことになりますね。あののドラマの人物関係図と一緒だから ね、ドラマの人物関係図の時にさあの冒頭の5分で最初に下に出てくる人を一生懸命注目してもあんまりしょうがないじゃない刑事ドラマとかだったらもうすぐ消えちゃうんだし、ね、あのそれよりは主人公が誰でその主人公の、ね、ライバルは誰でとか恋人は誰でとか。 あ敵は誰でとかっていうやはり中心人物をしっかりまず押さえた上でその上でその周辺の人物関係ってものもしっかり見ていくっていうのはまあドラマにしても物語にしても人物相関図みたいなものってよく書かれているでしょどこに注目していいかってやっぱり主役級のところに注目していかないとなかなか全体のイメージってわからないですよね一緒ですよ。 行政法相論で主役になるとしたら行政行為とそれから強制手段であるっていうことはこれはもう間違いはないですまずそこを把握するそうしたらそれの周辺で例えば行政行為と行政指導はどう違うんだろうとかね行政行為と行政契約は何が違うんだろうとか行政契約行政計画っていうのは一体どういうような内容を持ってるんだろうとかそれと即時強制って何が違うんだろうとかそれぞれやはり 柱を作った上でその中心人物と比べるような感じで把握をしていくでそのちょっと比較の対象にならないようなものはそれぞれの論点としてまた把握するっていうような少し強弱メリハリをしっかりつけた勉強をしないと行政放送論ははいいつまでたっても得意になならないのだからそのまずはこの2つが6月24日までにやはり本試験での問われ方がどうなってるのか。 全体の論点がどういう形で存在しているのかをしっかり把握しておくことを強制手段も含めてね自治法は長と議会の関係とそれから、住民監査請求と住民訴訟ですね。 ここかな <laughs>、まあ、いろいろありますでも自治法もすぐね種類とかそこからやる人いるから都道府県と市町村がありみたいな感じでねもういいじゃんって話になるのであのそこから必ずやる必要はないです。あのやっぱ大事なところだけピッックアップする ここの中心人物はやっぱり今の試験でよく出てるところなどを含めて考えればもう町と議会の関係と住民監査請求住民訴訟であることは明らかなんですその第2グループのところに公の施設とか関与とかね種類とか事務とかいろいろ条例規則とかつ、ね、続いてくるものはあるけれどそこはあくまでもあの脇役だからメインはこの2つです。 まずあの範囲が広くて若干捉えどころがないなと思うような論点であればあるほどまず大事なものを2本柱でぐっと押さえてしまってそことの対比で他を把握するということができるかどうかというのが大事です。ね、なのでででまままずここまでが6月24日までに 本試験での問われ方含めてどんなことが論点になっていてどういうようなところがよく問われてるからどこを押さえとかなきゃいけないのかっていうのがちゃんと把握できてる状態になっていること例えば行政行為であればどんなテーマがあるのかがちゃんと出てくるようにしておくことでそれぞれのテーマの中でどういうことが問題になっているのか判例だったらどんなものがあるのかっていうのがちゃんと出てくるようにしておくこと特にそれは本試験で出てるものをまず優先的に きちんとどのの辺が問われていたのかこういう判例のこういうところが問われたたというのがしっかり引っ張り出せるようになっておくことこれは初めて勉強する人もリベンジをかけようとしている人も 一緒です同じですす同じリベンジをかけようとしてる人は一回勉強してるからもしかしたら少しねその意味ではあ初めての人よりは知識はあるかもしれないけれど逆にどこに穴があるのかなっていうのをちゃんと確認しとかないと穴が開いたまんまどん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 進んでいってしまうとどこかに行ってガタって崩壊することになるのでやはりより注意しないといけないですね。初初めめてての人は全部聞くことが初めてでしょ だからその初めてのことをちゃんとおしっかりあこういうところを把握すればいいんだなっていうのを積み上げていけばいいのでまあ実は初めての人の方が楽です勉強はリベンジをかける人の方が大変です一回やっちゃってるからね やっっちゃってるかからなんか大丈夫だろうこの辺分かってるだろうみたいな意識がどうしても頭のどこかにこう出てくるので人の話を聞いてても「あなんか聞いたことあるしあなんかやったことあるしあそうそうそうだよねまたここでああいうこと言ってるよ」みたいな感じのイメージが頭の中にどんどん出てきちゃうとなかなか大事な情報がこう入ってこなかったりするのでその意味で本当に気をつけないといけないというのがあります。はいそれから民民法法ですね民法の場合も 一通りを、あのーね、授業などを聞いた後やはり論点組み替える必要があるあの復習をする時には債権分野からいきましょうという話になりますかでそれで物件ってねやはり、あのー、財産法の分野を一通り勉強終わった後6月24日までに固めるというのであれば財産法を中心でいいと思います。 家族法っていう親族相続のところはこれは、えー、と丸三以降のお、ね、6月25日以降のところでも十分間に合う分野的にはだけどやっぱり財産法のルールのところをしっかり固めないといけないしその意味,意味では再建法分野のところが一番あの論点のボリュームが大きいのと試験問題の出てくる比率も高いのと記述で問われる確率も高いのとっていうのがありますからやはりそこです。ここれをやれれれををややばば これをやればな,んかなってるよこ <laughs> これをやれれ、えー、れををややばばね早速は嫌でも見なきゃいけなくなくるなんでかっていうと債権のところの勉強をすれば時効の話出てくるでしょう時効の話出てきたら時効のところを振り返るって話が必要になるでしょうそれからあ大無権代理とかの話も出てくるかもしれません出てきたらそこ振り返るってことになるでしょう。 あの総則は結局債券や物件のところに共通して出てくる話を前に抽出して先にまとめて勉強するっていう話なんだから一通り終わったらやっぱりその具体的な財産のルールのところを勉強しながら必要に応じて戻るっていう形でそれでいいんじゃないかとは思います。このの月24日までではねそのよううなな形で、えー、勉勉強強するじゃゃいと早速かからら絶対勉強しちゃうから もうすんごい制限行為能力についてはあの詳しいんだけどねえ 制限行為能力は詳しいけど失踪宣告ぐらいからだんだん失踪気味になっていくっていうそういう感じですかで無権代理のあたりになると本当にもう無権代理だしみたいな状態になっちゃって結果的に最後の時効であ時間切れみたいな状態になるとやっぱりそれは悲しいじゃないやっぱりあの抽象的な論点が多いのでどうしてもそうなりやすいですよねつまんないとかいろいろ出てきちゃうしだからあの再建分野のところでうまく同相則が関連してくるのかなっていう関係性を見ていった方が一回勉強終わった後は復習 の順番としてはやっぱ大事なところから見ていくっていうのはこれはもう勉強法の鉄則ですもう古くはなんだっけ超勉強法とかいうあの野口幸男先生とかね、えー、書かれていた超勉強法だか超勉強術だかそういう感じの本の中でもあのパラシュート勉強法っていうのでそういうことをあの提唱されていたりもう20年30年ぐらい前に提唱されていたりはしますやっぱりあの日本史にしても世界史にしてもねえ 何でもそんなに縄文時代からやんなくてもみたいな話になるでしょうやっぱりその自分が目指している試験で一番よく出るところからやってて近現代が出るなら近現代からやった方がいいだろうし自分があの奈良時代が苦手なら奈良時代からやった方がいいだろうしそこはどこを抑えるかはその何をやりたいのかと照らし合わせて決めていかなければいけないってことになりますよね行政書士試験の場合で民法だったらやっぱり債権分野から手付けた方がいいと いうことはこれは明らかだと思いますからそこから見ていっていただくといいかな。あの 実際に授業を受けてる際の復習の時にもですね、まあ合格講座なら復習ドリルやってねとかそんな話をレック通っている方にはお話はしてます。あとまああのタクティックスアドバンスみたいなね、えー、市販の本だけど商事ホームってところが出してる本がっていう話もしたりはします。まあ法学検定の問題だね、それをやりましょうなんて話もします。あのー、タクティックスアドバンスとかだと結構レベルがいろんな問題が入っちゃってるので、えー、本当に初めてやっている方は。 あの方角検定のいわゆるベーシック編とかそのあたりをしっかりまずやるっていうのが大事ですねこれはいろんな授業で言ってるからなんか聞いたことある人もいるからもしれないけど忍者のトレーニングと一緒だからねうんあれ知らない 知らないか忍者になななりたたかった人はいいいいんです、ね、<laughs> いるわけないですすねねわけのトレーニングは子どもの頃忍者がすごい好きでねっていう話でなんか授業中にちょこちょこっとしたことはありますよ。あの夜の道を歩いている時に先に水たまりがあって踏んじゃったらバシャンって音がしちゃうからそれを見分けるための方法みたいなやつを小学生の頃に学研の本とかで読んでそうなんだと思ってですね実践してたんですよ。あの何か地面にに四つん這いいななって向こうを見るみたいなね <laughs> そうしたねそしら よい闇に紛れてこう四つん這いになってみると向こうの方が光っているあれが水たまりだそこは避けていかねばみたいな感じのことをやってたなんかちょっと変な小学生ですねそういう意味ではねだそれであの高いところを飛び越えるという時になんか足っていうねこう成長の早い植物があってそれないから植えるのよで毎日それを飛び越えてるとだん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 足が伸びて成長してくるものを飛び越えていけるからだんだん高いところを飛び越えていけるんだっていうのがイガ忍者だかコウ忍者のトレーニング方法だとそうすれば最後は高い城壁も飛び越えられるみたいなことを聞 聞いてあの本当にそれを一生懸命実践したんだけど途中でダメでしたけどね, <laughs> あのねでもあの勉強の方法も一一緒緒ですよ一緒だって最初まずベーシック編から入っていってまずそれがちゃんとできるようになったら次スタンダード編に行ってその後が行政書士の本試験ででさらにその先公務員だなんだっていうのはそれからさらにそれができた後っていうような感じで段階踏んでやっていかないと特に初めて勉強してる方最初からあんまり難しい問題を復習の際に解こうとすると多分そこで できなくて、嫌になっちゃってっていうのが出てくるだろうし。あのやはり、抑えるべき段階をきちんと踏んでいくっていう形で、使っていただきやすいから、進めてるっていうのがあります。あともう一つは記述の過去問ね。これは、あ、まあ、レックのテキストなんかだと、この論点でこういうのが出てますって番号ついてるでしょ。あの復習する際に、記述の問題は必ず出てたら、見てみてください。あのね、記述の問題っていうのは、民法を、の論点の関係を理解する上では、とっても。 有効です。ものすごく有効です。で、同じものはもう出ないから、別に書けるようになる必要はない。答えを覚えたりする必要もありません。ただ、この論点で、あ、事例を作るならこういうような事例が出てくるんだなっていうのを把握するための大事な素材として見てほしいっていうことがあるんだと思ってください。 やはりあの事案の分析がどれだけできるかが大事なの民法の事業で提供している話っていうのは公式を話しているだけ実際それを問題に当てはめてどの公式をどの問題でどう使って答えを出していくのかっていうのがわからないと実際民法はできるようにならないです。 だからそのためにも問題演習をしっかりやるというのもとても大事だしでその演習をやるときの素材を選び間違えないというのも大事だったりします。なので今言ったような話をちょっと参考にね、えー、復習の際に見るようなものはあ用意していただくといいどうしても1回授業を受けてるときからうんそうだね、えー、民法の過去問も見たいんですって言うんだったらいい本があります。 なんかどこの誰が書いたんだか知りませんがあの見るだけ過去も民法というのがあります。 あ,あの私の本ですね <laughs> ね、私の本ですけどあのあの中でセレクトしている過去問は基本的にやはり初めて勉強する人が見たらいいかなっていうレベルのものだけを選んでいたりしますのであの全部が選ばれているわけではないんですだから授業と並行してやるんだったらあの見るだけ過去問っていうのはあ民法ですか非常に有効かなとは思いますまああの一問一答バラバラにして出してきているので復習の際にそこを見てもらえればこういうのが出てるんだなっていうのがわかるのでテキストと合わせて、えー、勉強 していただくといいということにはなるんだとまあぜひね今日あの軽文堂書店がありますから、えー、多分在庫も若干あるんじゃないかと思いますから、えー、渋谷に来ている方はぜひ帰り買って帰っていただきたいという行政指導をしときますからあ,あのまあ従うかどうかは皆さんの勝手かもしれませんけど a、えー、という話ですねまああの順番としてはそんな感じで a、えー 家族法は丸三のタイミングからでもいいのかなというようなこともお話はしておきます。でこの丸三のタイミングなんだけどまあ三本柱が立ったことを前提にするのであればやはり憲法はまだこの丸三のタイミングだったらうん判例知識のさらなる定着を図るっていうような時期だと思っておいていただいていいだろうと思います。まあ、本試験のの問題や場合によっては公務員の 過去問題の人権の問題判例の知識を聞く問題や、まあ、レックの当連の問題などを使いながらその判例知識の定着っていうのを図るのはこれ9月の24日まで延々、えー、とまだ続けておいていただいていいだろうということまあ,あの行政法や民法もそうだね多分民法は6月24日までにって言いましたけど多分ずれてずれてずれて9月24日ぐらいで一通りなんとか全体が確立できたかなっていう今言ってたような勉強が一通りできたかなって状況が。 生まれるんじゃないかとは思いますから、あの憲法、民法、行政法はそんな感じです。あと一般知識で個人情報保護はこの6月25日以降手をつけていただくといいんじゃないかなと思います。あのそれまではやはり法令科目に集中するっていうのが何と言っても重要だと思っててくださいね。なので憲法 行政法あたりはあ先ほどお話しした5とか4の時期にやってくださいといったことの知識の定着度合いをさらに高めるというのが大事なあミッションになりますし民法に関しては、まあ、そのタクティックス・アドバンスの問題なら問題の法学検定のスタンダード編の問題を,をしっかり、えー、2回転ぐらい 自分が解いたものでその後間違えたものをもう一回やり直してとかっていうので2回転ぐらいはできるようにしておきたいっていう状況も、まあ、一般的な勉強であればあるでしょう。それからこの9月24日6月25日以降は民法も択一の過去問は問題としてきちんともう一度向き合うっていうことが必要になるかと思います。あの6月24日以以降で民法ののの本本試験の問題あの基本的なもの以外も外 含めてしっかり見るっていうことをやっていただくといいですだからちょっと段階は6月24日までと25日以降で民法の過去問を見る場合もね、えー、そこはちょっと分けた方がいいだろうとは思いますあの全面的に本試験の問題を乱すのは6月25日以降でいいです一通りやってしかも再建分野からしっかり復習もして である程度知識が定着したところでやらないとおこの択一の民法の問題はやや手ごわいかなというところがありますので6月25日以降でいいんじゃないかなそれから商法会社法を手をつける方はあやはりこの6月25日以降という形になるのかなある程度論点は絞ってみていかないといけないというところがあります。まあ、後であの合格者のの方にもお話を聞きまますすががいいろんなタイプの人がいますから 商法法会社法をしっかりやってましたって人もいればあそうじゃなかったって人もいるしいろいろいますだからそこはあのその他の科目の習熟度に合わせて選択するってことができればいいんだろうな絶対こうじゃなきゃいけないっていうのはないと思いますけど手をつけるならこの時期からっていう話になるのかなというところだったりはしますね。ペ、はいあのーまあ、ページ7ページジのののの月25日以降の話というのは 一通りそこまでが6月24日までのミッションがきちんとできてることを前提にあと140日の過ごし方のところでまたお話しするという形をとりましょう今だとねあんまりまだ実感が湧かないような状況もあるかもしれないからだからあのとりあえず丸3までのところで大体何をやったらいいのかなっていう話までにちょっとねとどめておこうかなと思います。まあ、8ページののととこころはははどうううやるるかっていうのはこれはあ、まあ、自分分分で勉強する分と予備校を使う分を使 るかみたいなところだったりはするので、もうすでにあの講座申し込んでる方とかもいらっしゃると思うのでね、まあそれぞれの状況での話ということになりますか。あのそうそう九ページはい、えー、下のスライドですその話をして一旦、えー、終わりということにしましょうか。あの合格したら何をしたいですか。まあこれはね。 合格マインドをどう作るかって話ですからちょっとあのメンタル的なところの話ということにもなるかもしれないけれど合格したらどうしたいか何をしたいかあの、ね、結構そういった時にこっちをイメージする方はすごく多いのね長期的にっていうので。 あの昨日いた大阪の合格者の方ですごい人がいましたねせっかく合格したんですから世のため人のためひいては日本のためいや世界のみ皆さんのために頑張りたいっていうことを、まあ、それはそれですごい素晴らしいんですけれどまあまあそれは、まあ、受かった後はねいろいろ考えながらどうしたいのか考えればいいんだろうと思うし、まあ、あれ、ね、具体的なビジョンもまた浮かんでくるかもしれませんあの合格するまでのところでももちろん受かった後何したいかで長期的に何をしたいのかだからこれを取るんだっていうのもまあ大事です。 大事は大事なんだけどあの、ね、それだけだとどうしてもやはり息がが続かないいのが人間だと思いますあの11月の11日の5時ぐらいからあと何したいかね試験が終わった1時間後どうしたいか寝たいっていうのもあるかもしれないけどまあそれとか、まあ、もしくはもうちょっと広げるなら11月の12日以降何したいか年末のあたりまで。 どういうふうに過ごしていきたいかとか、何したいか、どこに行きたいか、何でもいいです。あの、ものすごく短期的な、しかも、まあ、そんなに大変じゃない願望ね。まあ、別に今行くこともできるんだけど、あえて本試験の後、こういうふうにしたいっていうふうに考えながら。もう買い物に行きたいでもいいですから。あの、以前の合格者で合コンに行きたい。 俺受かったら絶対合格行きますって、まあ、すごい若い子だったんだけど「あの俺絶対合コン行きます」「絶対受かったらすげえモテるから行きます」って言ってた子がいましたけど、まあ、受かった後行ったのかどうか知りませんけどねでもそれが、あのー、すごく自分を奮い立たせたみたいで,でそれで結局1回で合格しててたっていうようよな人もいるんですよ人間何が原動力になるかは分からないけれどただあの両方持っとくといいかなあの試験勉強もバランスですけどやはり受かった後どうしたいのかみたいなところの願望もバランスよく持ってた方がいいと思う で、あのー、長期的なビジョンはそれやるためにどうしたらいいんだろうみたいなところもいろいろ考えなきゃいけなくなっちゃうのでそれもそれでちょっと試験を勉強してる間にはどうなのかなっていうのもありますから、まあ、長期的なビジョンはちょっとざっくりでいいからで短期的なビジョンとして、えー、11月の12日以降どう過ごしてたいかみたいなことを誰かとどっかに行きたいとか1人で何かしたいとかっていうようなことも一緒にイメージしてください今何も思いつかなければ勉強に疲れた時時々考えればいいよそれを。 ね、時々考えればいいあの何したいかなって考えるだけでもやはり先のことを考えると人間だん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 気持ちがねこう前向きになったりはしますからだからこんなことやりたいあんなことやりたいっていうのをイメージするっていうのはとても大事。 だったりはします、まあ、イベントが終わったらねなんかねあのこんなことやろうかなとかって、まあ、私でもそんなことを考えながら日々あの生きていますからちょっとなんかご褒美が多いんじゃないかとか言われそうな感じのところはあるんですけれどでもあのこの本が書き上がったらこれをやろうとかこれが終わったらあれをやろうってものすご短期的なビジョンを持ちながらあのやっていくと結構それに向かってあの邁進できるっていうのはありますのでこれうちに帰ったら考えてみてください。ね、で時々 書き直したりするといいです。別に一回書いたらそれで終わりじゃないから、定期的に書き直して、ちょっと気持ちがダウンしてきたらそれを見てっていうことができるといいかな。はい最後ね、はい、えー、上のところです。合格するための一つのおまあ戦略としてですね、やはりあのいろんな想定できる障害っていうのは皆さんの中にあるはずです。 ご家族が動向とか自分が動向とかね、いろんな仕事先が動向とかいろんな障害はあるはずです。想定できる障害、それから急に突発的に起きるもの、あとは心理的な不安、いろんなものがあ出てくるはずです。まああの一般論でしかないかもしれないけれど。 はい、解決方法は必ずあの、ね、文字に書き出すということを心がけていただくといいですあの想定内の障害ならあらかじめ対処方法はある程度わかるでしょう未知の障害だったらその都度ということになると思います。 不安は2種類あるからねコントロールができないというのは先に起きることとかそれから試験問題どんなものが出るんだろう合格率どんなものがどのくらいになるんだろうって最初の話に戻るけどあれはコントロールはできない。 漠然とした不安なので、やはりそこにフォーカスしすぎるのはあああまりいいことではないだろうっていうのはあります。コントロールできる不安だったらそれに対する対処方法はある程度書き出せるでしょう。文字化していくことで初めてやるべきことが明確に見えてくるっていうのもあるでしょうし、それはそのまんま合格っていうところにつながっていくんだっていう話になります。やっぱり受験生の中で一番多いのは漠然と不安を抱えてしまって。 これはあの科目の対処方法もそうね民法が苦手なんですみたいな感じの漠然とした不安を抱えてしまっている。 状況だとなかなか前には進まないです民法の中のどの分野のどの論点のどういうような問題を問われたときに間違いやすいのかまでブレイクダウンして考えていかないと具体的にそこからどうしていいのかっていうのが見えてこないでしょそれをはっきりさせるためにはやっぱり文字に起こすっていうのはものすごく大事なんです頭の中でゴニャゴニャ考えてないで全部書き出してみてそうしたら書き終わった頃には解決方法が見えてるかもしれないしいろいろなあ解決方法を人に相談する時も相談しやすいでしょ っていうのがありますからここかららここ先ねあの結構いろんな障害があるはずですいろんなことが起きるはずだから11月の11日までって短いようだけど長いですから自分が思ってなかったようなことが次々に起こるあの昨日梅田で会った方でも病気になっちゃってね あのものすごい一生懸命勉強された70代の方だけど結局ちょっと病気になってしまって受けられなくてっていうような感じであのわざわざ挨拶に来てくださった方もいらっしゃったりはしましたまたちょっとぼちぼち頑張りますわっておっしゃってましたけどうんまあなんとかね体無理しないようにねなんてお話をしていたんですけれど本当にそのご本人だってそんなことが起きるとは思ってなくて結局それで試験受けられないような状況になったりもすることもありますま。そこまでいかなくても やはり勉強する上でえで、ー、こんなものを乗り越えなきゃいけないのっていう障害は出てくるはずなのでやはり、まあ、あの全てがそれで解決するわけじゃないけどまずはそのどんなことが障害になっててその解決方法にどんなものがあるのかっていうのは文字化するっていうのはとても大事なことなのかなっていうところはちょっとあの頭にね置いておいていただくときっとおこれから先、えー、苦しいことが起きた時に乗り越えるう力の一つにはなるんじゃないのかなということですね。 はい、えー、というので、まあ、あのまずは6月24日ね六月十四日のあと140日の過ごし方の時にぜひ、えー、そこまでに3本柱がきちんと揃うような状態を作った上で来てください。 ね、できてなかったら来るなよとは言いませんからだからそれはあのしっかりできるようにしといてくださいあの3月の25日っていうふうに一回切ったのはそこでねなんとなくちょっと中間チェックみたいなことができるといいなっていうのも考えていたりはしますのでって言っちゃったからもうやるよあの中間チェックみたいなのをやりますので、えー、なんか中間模試じゃないけど中間テストじゃないけどお全国一斉中間テストみたいなやつをやろうと。 いいうふうふに思っていますので、まあ、そんな感じでえそこでそれは点数がどうこうじゃなくてね自分の進捗具合を確認するような感じのものができるといいなやりたいなと思ってますから、えー、ね誰にねって言ったんだろうね, <laughs> あのねあのやりたいねっていうそういう話ですので、まああのまあ、関係者に向かって言ったということではあるんですけどねやりたいねということなんで、まあ、そんな感じでいきたいと思います。さて、えー、というのでままあまあね えー、お話はしてきたんですが実際に現実的にそれはどういうような形で消化できるのかっていうのはやはりあのー、合格した方にね聞いてみないとわからないよねって話にはなるんだとは思います。なのでで、えー、ここからはですねじゃあ はいえー、合格を2017年度試験ですかこの間の1月31日で合格を勝ち取った方あ2名ねせっかく来ていただきましたので、えー、お待たせしましたそのお二人の方に登場していてだいて、えー、実際本当にまあ30分ぐらいなんで簡単ではあるけれどあの良、ー、かったことベスト3っていうのを。 この三つが良かったよっていうのをあらかじめ考えてきてもらってますので、まあ、それをちょっとお聞きするような感じでえお話をしていきたいなと思うんですねあのでは50音順でいこうか <laughs> あのねお二人ままあ、まあ前にぜひいらっしゃってくださいはいえーとまずお一人目ではどうぞ,どうぞ、はい、出てきていただいて えー、お一人目がですね2人ともジャ,ケット着てる <laughs> ジャケットを着ている方、まあ、こちらのネクタイない方ですねあの井上さんと言います井上良一さんですね井上良一さんですあのご、えー、とプレミアム合格塾5期生の出身ということになりますか受験回数が 3, 3回ですね3回目で合格されたということですじゃあもう一方、はい、来ていただいてもうちょっとこっち寄った方がいいかな。 こっち側に来た方がいいですよね。マイクこっちですもんね。はい、ええー、と。もう一方があの村上隆弘さんという方で合格講座あ出身の方です。受験回数が1回,、ね、1, 回 1>, 1回ですね。1回で合格されているというようなあ。状態で、えー、今回ここにね来ていただきました。というので。 まああの非常にえそれぞれえですね勉強の仕方にまあ工夫があるということではあるんだけれどあのさっきね事前にちょっと伺ったところちょっと似てたのがあの講座の活用の仕方っていうところがねまあ生講義なのかウェブ講義なのかとかいろいろあるかもしれませんがまあお二人受けていた講座の活用の仕方的なところはちょっと似てるかなと思いましたのでえっと まずはじゃあ、えー、と井上さんの方からあお聞きしましょうかその講座講義、えー、を、ね、中心で勉強したということなんですがそのあたりの,その講座の活用の仕方とかあそこで、えー、工夫したこととかってどんなあそうですね、えー、私はだからプレミアム合格塾だったんですけれども社会人ということで時間が非常に限られていたんで、まあ、あのやっぱり。 1>, えー、1回目はだから、あのー、自分で独学でやってみて120点ぐらいしか取れなかったんであと50点とか60点伸ばすにはやっぱり限られた時間の中ではやっぱり専門家っていうかねプロ,プロフェッショナルの方の、えー、やっぱり指導に従った方がいいと思って、まあ、そういうことであの,の方で始めたんですけれども、えー、土曜日は大体いい授業に出ましてで、ねはい、で6時間ぐらいやってそれプラス帰ってから。 まあ2時間ぐらいできたら、まあ、勉強すると日曜はまあ自分で、うん、えまあ時間があるんでただあまりかといってなかなか <laughs> いつもできるわけじゃないんでできるだけまあ6時間以上はしようと思ってたんですねで平日が一番問題で、えー、平日についてはあのー、講義の,あの予習っていうのを、うん、あの朝の時間帯ですねあの会社結構早く行く方なんで、えー、朝の電車の中でだいたい30分ぐらい。 まあ、座る時間帯の電車に乗ってなんですけど、うん、でついてからあのスタバで1時間から1時間半ぐらい、まあ、予習中心なんですけれどもやりますであとはあの会社の昼休みの時間に30分ぐらいそれをやってできるだけあの授業の、えー、始まる前に全部やっておいてで授業になった時にあの問題演習中心の授業なんであの解く時間でそれで2回目解くことになりますので。 でそれが終わった後間違ったところはまた、えー、家に帰って土曜とか日曜の時間に解くっていうのをやって、えー、それで大体3回解けるんであとはまた時間が置いて民法が始まったら今度行政法が始まってっていうふうになるんで、うん、まあその辺はクロスオーバーして民法やってる時は行政法をもう一回やろうかとかっていうことで期間を置いて大体4回か5回は最低解くような形にしてやっていきました大体そうすると今の6月の終わりぐらいまでだとそのプレミアム合格塾は回答力強化編が 行われてますからす、ね、今ぐらいの,今の感じの勉強の仕方が大体その時期の勉強の仕方っていう感じですかね。そうですね、うん、ですからもうあのペースメーカーというのがもうとにかく時間限かけられてるっていうのはさっき申し上げましたけども、うん、やっぱり授業に合わせてやっていくとあ,のあんまり他に手を出さないっていうような形でした、はいはい、その辺が今度村上さんに関してはもう初めてでしょ。 何月ぐらいから勉強を始められたんですか、あのーえー、と私は去年の3月いっぱいでちょっと会社リストラになっちゃって、うんはい、でそれがきっかけであの何か独立開業できる資格を取りたいなと思って4月から、あのーうん、レッグの合格講座の方を始めたんですけど無職っていうのもあって時間はもうとにかくもうい,いくらでもあるんで <laughs> 勉強し放題はし放題なんですけど。 あのそれまで特にそういう法律の勉強とかも全然したことなくて、うん、で大学もあの法学部じゃなかったし、うん、だから全く法律というものを分かってなかったんですけどもうとにかくだからもう分からなくても長時間やればなんとかなるんじゃないかということで、まあまあ、最初のほう、勉強にそ,のそんなに慣れてなかったんで長くはできなかったんですけど、まあ、それでも6時間か7時間,7時間半ぐらいは。 ました私、最初行政法からやりました月だからそそううういう感じなのかそうなのんです、はいであのー、家に教材が届いたときにその中には憲法からやってくださいということが書いてあったんですけど私、ちょっとそれを、あのー、見逃しちゃいましてで池袋公社の方で、あで行政法、ちょうどその時行政法第1回がありますということでうん、うん、それからちょっと行き出すような感じになって。 で、一通り行政法と民法終わった後に、憲法をやってみて。うん、で、ちょうどその時に、あのー、憲法からやってくださいっていう <laughs> こ、はい。それを知って、<laughs> え、そうだったのみたいな。はい。なるほど。感じでした。<な>はい。そうなんだね。はい。なんか、あれでしょ。生講義とウェブ講義を、なんか上手に。そうですね。はい。まあ、これは説明しなくても、多分皆さんお分かりだと思うんですけど。あの、ウェブ講義って、あの、何がいいかっていう。 自分が見たいときにいつでも見れるし分からなかった回だけを何回も繰り返し見ることができるというそれが Web のいいところだと思うんですだから、あのー、レックの講義は夕方からが多いんですけど午前中も、あのーまあ、時間があったっていうのもあって Web、あのー、をこう普通の人よりもたくさん見れたのが良かったかなと思いますね。生の方は、うん そ、あのー、その時限りでしか基本的には聞けないと思うんですけどうん、うん、やっぱり前の方に座るとこう先生がこう指してくださるじゃないですかでそれで自分が分かってたと思ってたものが答えられなかったりだとかで、あのー、弱点を、あのー、問題を解くことは別に指して答えられなかったところが自分の弱点なんだということでそういう感じでちょっと生講義を私は使ってました。 はい、なるほど。今ね弱点の話も出ましたけど、まあどうなんでしょう。井上さんについて言えば、はい、どうでしよう講座でまあいろいろ問題とか解いてはい、はい、でできなかったりとかするところもあったと思うんですけど、はい、それっていうのはさっき言ってたように何回も解くことで克服しているような感じでした。なんか自分がこれなんか苦手な科目とかありました。苦手はやっぱり行政法で、行政法実は私も法学部出身なんですけども、あの。 あんまり専門的にやってなかったんで行政法全くゼロだったんでそこが分からなかったんで1年目、まあ、2年目でようやくなんとなくあっていうのが気が付いたって感じですねですから、まあ、あのとにかく行政法は毎日やろうとか <laughs> いうのはありましたねだから間違ったところっていうのは先ほどあの、まあ、村上さんもおっしゃいましたけどあの印をつけておいてやっぱりやって解くんですけどね やっぱり同じ問題ね、四回五回で間違ったりとか、<laughs> だから, <laughs> だからそう何を限定していくような感じですかね <laughs>。そうですね。はい。なるほど。なんか村上さんもあれでしょ？弱点の克服の仕方って、あのさっきちらっと聞いたときに、なんかすごい工夫をしてたような。何しろ四月から勉強を始めて十一月の試験ですもんね。七ヶ月ぐらいで合格されてるので。 なんかその中で例えばこうできなかった問題とかっていうのに対してどう対処していたかっていうのはなんかあります？はいえっ、ー、と私はえっ、ー、とまあ復習用ドリルをあの多分すごい回数やったと思います。今数えられるだけで行政法民法だったら80回ぐらいやったと思うんです。まあ毎日の勉強を始める前に必ず何か行政法か民法かどっちかを、うん 800, 800問と720問だと思うんですけどそれを解いてから勉強を始めてたんで、はい、だから日数で、まあ、他のドリルから始める日もあったから、うん、多分そのくらいの回数だと思うんですけど、はい、でそれをやって、えー、っと何ヶ月ぐらいかな5ヶ,月あ5ヶ月もかかないから4ヶ月ぐらい経った頃に、うん、あに間違える問題って3パターンあるなと思ったんです。で1つが 間違えあ後にあのウェブとかテキストで見直せばなんとなく納得できる問題とあの暗記すれば答えられるようになる問題とあと何回め勉強しても絶対間違える問題と、はい、出てきました、はい、そうか覚えてなかったから覚え,覚えてればできるなってやつとそ,うですそれからもう解説読んだだけだとちょっと分かんないけど授業を聞いたら とりあえず納得できるなっていうそっちの方がやや理解度は低いのかもしれないですね、はい、あとはさっきの井上さんも言ってたけど何回やっても間違えるいはいそうです絶対そういう問題ありますね何回やっても毎回同じミスをするっていう、はい、そのパターンにはまる問題っていうのは必ず何問かあるので、はいまあ、その3つになって、はい、そう,そ,うその3つが分かったことは何が良かったですかえと、えー、まず何回じゃ 多分これ何回やっても間違える問題っていうのが一番この症状が重いと思うんで説明しますとえ普通に勉強してもこういうのって解けるようにはならないんですよあの私の場合なんですけどテキスト読んで普通に王道の勉強の仕方をしてもあの答えられるようにはならないからあのみんながやらないあのそこにあるんですけど図みたいなものを作ったりとか、うんうんあ。そそそうそううあの、ねはい 衝撃の映像が出ます <laughs> あの全国の皆さんちゃんと見ててくださいねかなり衝撃の映像がこれからあのここに登場しますからね。あのー、これ行政事件訴訟法の、はい あの訴訟類型に関する、えー、まとめの図なんだそうですがあのですねこれ、どのくらいかなパーセンテージ的にはまだ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 ,まだあの上の方に何しろ2階からぶら下げたらしいのであのー、<laughs> まだこれでもまだあるんですよ、あの全部はもう広がらないですねあの背の高い井上さんの持ちきれないぐらいの。あの これを家にに貼っっっててたたらしいいですここ、はい、こういうのが他にもあったってことなんだよねれはそのうちの1個だけを持ってきてくれたということで、はい、要はあのまあまあ,あ、ね、一般の方がノートでやってそうなことをこれをだんと模造紙何枚分かに広げて貼り付けた、まあ、ちょっと見えないかもしれませんけど書いてあることはテキストに書いてある話なんだけど、はい、ただとにかくこれをでかでかと家に貼り出していたっていう。はい そうですこれが、まあ、あもうやっぱっぱ良かかたですか、はい、あのなんでこれを作ろうと思ったのかというと、あのー、私はこの義務付け訴訟の併合提起の仕組みというかメカニズムが全然わからなくてでじゃあもうそれじゃしょうがないからじゃあ自分で図を作っちゃえと思って、まあ、この図の中の,この赤い線で引っ張ってあるところがそうなんですけど。 見えるかな、はい、見えないかな <laughs>、はい、画面じゃ見えないね、うん、最初はこれを知るためだけに 作ってたんですがこれをやるなら他のも作った方がいいかなと思ってだん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 バージョンアップしていって最終的に後ろで、ね、ガムテープで止めてあったりもするので <laughs> あと、まあ、でもしあのこの渋谷の教室にいる方は興味があったら、はい、あの見てみてみくださいちょっと全体見るのはかなり大変です、これはあの普通に109から下がっている垂れ幕みたいな感じなので結構大変だけど、はい、まあでもこれを毎日必ず見てたんです、ね、はい見てました。 おでもドリルやった後、うん、これ見て<ー>、はい、なんかこういうの、井上さんって、こういうの、私ね、ちょっとそれはなかなか時間がなかったんで、<laughs> まあ、えー、なんですかね、やっぱり効率を追求というとか、時間のやっぱり制限というところがあるんで、うん、あの基本的にはもうノートも持ってないですし、うん、テキストに全部書き込む、問題に全部書き込むしかやってないですね。 ですからまあ問題の間違ったところの,もの,あの、まあ、先生になったあのアンンダーラインですよね原則と例外の色を変えてアンダーラインをひ引いて、うん、その問題の間違ったところのなぜ間違ったかっていうのをそこに書き込んだりとか足りなかったら付箋貼ったりとかえ、まあ、あ,のあと、えー、民法だったら簡単の何ページに書いてあるとかそういうのを、まあ、地道に <laughs> 自分にとってはそれ、ね、結構地道なんですけど、まあ、ちょうど、ね、対照的ですよね。うん あの対照的かなと思ったのは、あとあれか、商法会社法の勉強の仕方ももしかしたらちょっと対照的かもしれませんから、村上さんだと、どうしてたんですか、はい、あの私が商法会社法を勉強ま,あのま,まともに勉強し始めたのって、実は10月からなんです。 でそれはどうしてなのかというとこういう図は他にも作ったんですけどここまでやってもわからないものっていうのが結局いくつか出てきてしまってでその上、あのー、もしなんかを受けてる時もそうなんですけど私結構ケアレスミスが多いんですだからわ、あのー、からない論点が例えば本試験で出てきて、うん、さらにケアレスミスまでしてしまったら。 これ合格できないんじゃないかというふうに思って、じゃあそこで取れなかった点数をどこで取るかというと商法会社法しかないなと思って、まあちょっと10月からで時期的には遅いかなと思ったんですけど、そこからちょっと気合い入れて勉強し始めました。なるほど。結局何問ぐらいできました？あの5問中3問できました、はい10。10月からでそのぐらいならね、はい、ものすごく効率いいですよ。なんか勉強した、はい、分野とかってなんか力を入れた分野とかあります？あのそれは。 と先生がここでそうだよって言って教えてくれた分野,のに,あ分野に該当すると復習用ドリルの問題をやるだけです基本的には。であとはあの特訓講座の問題とウォークもそれをただひたすら繰り返しやるだけなんですけどそれだけで商法ってまず当てることができますし。 でまあ、模試とかのその難易度にもよりますけど、うん、会社法もそれで1問か2問は取れるんです、うん、だこれなんでこれ、もっと早く勉強しなかったのかなと思って、若干、ちょっと後悔したぐらいな感じです、ね、なるほど、はい、井上さんは、どうでした、はい、商法会社法,法商法法会社法は特別、力を入れてとていうわけではなくて、うん、やっぱりまあ行政法、民法が中心あの、あと憲法ですね。ですからまあ、うん まあ、これもさっきと同じ話なんですけれども、あのレックの講義に合わせて、その講義を受けただけですね、ほか、まあ、特別何もやってないですあの、試験前も全くやってないですね、試験前1か月ぐらいやってないです、はい、でどのくらい取れてました、えー、4問、4問 <laughs> 全くやってなくて4問だから取れると思いますよ。<laughs> まあ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 あのその時の問題にもよるんでしょうけどね問題にもよるんでしょうけどまああのただ一通り授業でやっぱ直前期だね10月だからさっきのレジュメで言ったらやっぱり2丸2丸三まあ丸二ぐらいですか丸二ぐらいの時期ぐらいからやって、えー、まあ範囲を絞ってやるっていうのは一ついい方法だったのかなとは思いますけどねちなみに一般知識ってどうしてました一般知識は 特にやっぱりレックの授業を受けたのと、先ほどご紹介いただいた、あの。検定のニ検定、はい。ニュース検定ですね。はい、あれを電車の中で読んだぐらいで、あとはレックの授業だけですね。はい、村上さんはどうでした。えっと、私は基本的にはレックでいただいた、あの普通。えっ、ー、と、ドリルと、あとウォークマン、はい。うん、と、あと先生の、あの道場だとか。 あの復習パックとかでいただいた問題だけしかやってないです。はい、なるほど。何問ぐらいできてました。私は十問,問。でも。はい。井上さん。四十四点です。十。十一問か。ちょっと今回ね、一般知識は、あの非常に出来がみんな良かったので。あの九十十一ぐらいできている方、非常に多いことは多いかもしれませんけれども。そうか。あの、まあ。 そうねそんな感じで7か月ですもんね、とにかくね、村上さんはね。はい、ねだから、まあ、一番これが良かったっていうのは繰り返しでもいいですけど、うん、この7か月の勝因って一言で言ったらなんだろうな、えー、っと、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと、運もあったと思いますそれはだから一般知識のたまたま知ってるものが。う 白い巨塔の問題ですとかあのキム・イルソンと <laughs> あのジョンウンの問題ですとかたまたま知ってるのが出たっていうことがまず1個あるのとあとはなんだろうな法令科目はどうですか法令科目はうん、ま、私が割と得意だったあの論点から問題が出てくれたってことですね。なるほどはい まあもちろんそれ勉強してないとできなかったかもしれないですけど、うん、まあ結構得意なところに出題が集中してたっていうのもよく勉強した分よく出る分野をよく勉強してたんでしょうねおそらくね。<laughs> はい、でさっきの復習ドリルが80回とかいうような話もあるようにやっぱ反復力がちょっと非常に破壊的な反復力を持ってたのでそれが何しろ知識の定着に。 え役立ったっていう意味ではある程度ちょっと時間が取れるタイプの方であるとそういう勉強の仕方っていうのは非常にあの短期間で行くなら有効っていうもう典型的なパターンかもしれないですねあじゃあ井上さんの方だと、まあ、繰り返しでもいいんですけどこれが良かったなって一つ挙げるとしたら何でしょう、はい、すねる本当にだから あの紹介していただいた本とかは大体、た、えーまあ、多分全部読んだんじゃないかなとは思いますし、あのちゃんと見るもんも買いましたし、ですから、まああの、本当限られた実間の中でやるにはやっぱり、一番はプロのアドバイスに従って効率的にやるっていうことで、あとやっぱり間違ったところのね、やっぱりそれ自分の弱点というのが分かるんで、まあ、分からなかったところを突き詰めて自分で調べ,調べたりとか。 まあまあもちろん先生にお聞きするのが一番いいと思うんですけどもまあそうした上であでそれの積み重ねでやっていくっていうのがまあ一般的ですが、はい、まあ逆にこうきつかったことってありますきつかったことはですねやっぱり仕事があるんで、えー、どうしても全然できない時とかやっぱりあるんでそれでもなんとか時間は取って、えー、ゼロっていうのはないようにしましたね、まあ、たとえ1時間でも30分でもやるとか。 あとはあの、まあ、家庭の環境とかもあって、あんまり借家に住んでるんで、子供と娘には、ね、部屋あるんです。僕部屋ないんですよ。<laughs> <laughs> だからあの、家帰ったらもう、 なんていうかダイニングテープでパソコンを広げて、品種変えながらね、肩の品種変えながらやってて、あとはもう、外っていうか、スタバでやってましたね <laughs>、集中力、結構つきますよ、スタバでやると、周りうるさいんでね、でねはいうんうん、ね。じゃあ、村上さんも、なんかこう、7か月だから、あっという間だったかもしれないけど、なんかこれはきつかったとかって、ありますいやきつかったっていうと、まず一番はですね、あの近所の皆さんの命令が一番きつかったですね <laughs>。 <laughs> あそこの親父は朝から晩ま,まで何やってんだ夕方だったら出かけるけどみたいなそんな感じで見られててだからそれが分かってるから昼間もう出かけるわけにはいかないしもうこれ勉強するしかないなと思ってそれも良かったあそうですね結果良かったのかもしれないですけどそうね、はい、まあ前向きに捉えるしかないですねとはねいうことなんだね、はい、なんかそうそううまあ あ,のあとまあなんか、ねえー、参加されている方で具体的にこういうことを聞いてみたいというのがあったら直接、ちょっと声をかけて聞いていただいてもいいかなと思いますがあのそろそろ時間が来ちゃうので、えー、簡単にではあこれ、ね、参加されている方やあまあもしかしたらカメラの向こうにいる人もいるでしょうからあ何かじゃあ井上さんからいきますかあの簡単なエールみたいなものを。あそうでですすねね、はい、やっぱりです、ね あの受験ということで、ほとんどの人の,、まあ、あの久しぶりにされる方とか多いと思うんで、えー、行政書試験というのは、やっぱり180点以上取れば受かる試験なんで、まあ、ライバルというかね、はなくて、やっぱり自分との戦いだと思うんで、そこだと思いますね、あの負けそうになった時に、とにかく自分を信じてやるということで、とにかく努力したら、結果は出ると。えー、まあ 努力は自分を裏切らないということで頑頑張張っっってててやほしいいいと思います頑張ってください、はいえー、と私からはです、ね、えー、さっき、あのーまあ、皆さんもこれからたくさんやると思うんですけど復習用ドリルとかウォークモンを繰り返しやると思うんですが、あのー、それをやるだけでは多分各校が開催している模試ってなかなか合格点で取れないんですよ。 あのその後であとで確かくの,多の試験が問題が混ざっている問題集をやることで少しずつあの初めての人だったら特にそうだと思うんですけど少しずつ点数伸びてくるんじゃないかなと思うんですだからもしの結果がいくら悪かったとしても自分のやっていることは絶対間違いはないんだと思ってあのとにかくもう最後までやりきるこれが僕は大事だ,大事だ あ、大事なんじゃないかなと思います。模試って何点ぐらい取れたの？私はですね、えー、っと何点かな、初めてここのレックのやつは153点とかでその後だから全国模試とかファイナル模試とかあったんですけど、あの合格点取ったことって実は一回もないんです。はい、で結局その本試験が あのこういういこの行政書士試験で取った過去最高点数でそれで受かったんですけどだからとにかくも,うもしの結果が悪くてもあの絶対へこまない、それで最後までやりきればあのきっと結果はついてくると思うんであのでどんなことがあっても,もう強い心を持ってやり通してもらいたいなと思います。<はい S 1> 頑張ってください はい、えー、というのでねまあ一応おーなんか30分ぐらいですから簡単ではありますけれどまあまああの2人の方のね、えー、勉強した時の、まあ、全然タイプが違うので。 あの皆さんがどちらに当てはまるかいろいろあるし両方ミックスするとかいろいろあるかもしれませんが逆にだからこそいろいろとこう学べることがあるんじゃないかなと思いますからぜひまた直接話を聞いたりしてねえ吸収できるものは吸収して帰っていただければなということですね。いというのでえ以上ですかあのこちら2018年度試験のですね合格戦略確立サミットというのでまああまあサミットって言いましたから、ね ね何人か来ないとサミットにならないじゃないかってずっと思ってたのであの合格者が二人来てくれてこれでサミットだっていう状態になってよかったなというふうに思ってますスーパーかとか言われてましたからだからそれはねあの本当に良かったなというふうに思ってますやっぱり東京だと笑いは薄いね <laughs> ねあのね梅田だとだいぶ違ったんですけどね、えーえー、いや誰も知らないから適当に言ってますけどはいということで、えー、以上です、えー、2018年度試験合格戦略確率サミットというのは以上で終わりということで。 にしたいいと思いますまた6月24日ですかあ,あと140日の過ごし方などでお会いできればということでそこまでしっかり頑張っていってください。でではお疲れ様でした